よろしくお願いします。専門家会議の片山でございます。まあ、正月以降、徐々に患者数が増大してきていることもありまして、疫学情報を分析した結果を、専門家の立場から、皆さんにご説明したいと思います。最初、そのスライドが出ておりますけれども、9月以降ですね、何とか抑え込んでき、たところなんですけれども、12月以降ですね、患者数、特に入院患者数が増えてきているということで、知事の方からもですね、特別対策などを出していただいて、なんとか正月乗り越えてきたところなんですけれども、その後、さらに、患者数が増えてきているということは、これ発症日で出しています。通常、確定日、つまり、診断された日で出せることが多いんですけども、発生届には発症した日も含まれているんですね。それをもとに、この棒グラフにしているんですけども、そうしてみると、1月6日に91人の、発症者が出ていることがわかります。実際、新型コロナウイルス感染症、感染してから大体5日で発症してくるんですよ。それはもちろん、時差はありますけれども。それで言うと、これ1月6日ということは、いつ感染したということです。ちょうどお正月です。つまり、お正月の親族交流などが一番活発だった時に感染し、1月6日に発症している人たちが多かったということが、このデータからも見えます。ちなみに、右のところは少し似ているように見えますけども、この方々はまだ発症しているけど、受診していない方々が多いので、右が少なく見えているわけです。おそらく正月の感染事例が、やっぱりどうしても、いろいろ呼びかけましたけども、多かった。そして、3連休、いろいろその、政治資金についてもですね、私たち専門家側からですね、自粛もお願いし、自粛ではなくて、延期をお願いしてきたところなんですけども、やはり開催されてしまったところもありました。この感染事例がこれから出てくることを考えると、まだまだこの流行は、しかも今月中はですね、増えていく要素の方が多いというふうに印象を持っております。では次お願いします。これは、入院患者数を重症度別に、出しているものです。一番下の黄色のところが重症患者さん、気管挿管している。そして緑色のところが、酸素投与が必要な中等症の方。そして水色が軽症の方々です。で、これ以外にもホテルで療養されている方や自宅で療養されている方もいらっしゃいます。で、入院数はですね、今、夏に迫る勢いで、10月8日からの新規の対策で、危惧されていたお正月の医療崩壊というのは、県民の皆様の協力もあって、なんとか回避することができましたけれども、今、再び、この患者数が増えてきているということ、入院患者数が増えてきているということがわかります。で、これ夏と同じ規模になってしまうと、夏と比べて今冬の季節というのは、もともとお年寄り対策しやすい時でもありますので、もうすでに病床ですね、一般の救急でも一般になりかけているところなんです。ですから夏同等の、流行が起きてしまうと、地域医療は持ちこたえられない。医療崩壊というのも見えてきてしまうという状況にあります。中等症以上の方、中等症として、重症の方々というのは、これ入院しないと命を支えきれない方々ですので、その人たちが確実に入院できる医療体制を守っていくためにも、高齢者、重症化しやすい方々だけでなく、若い人たちもですね、この感染を広げないために、ぜひ協力をしていただきたいという局面になっております。では、次お願いします。これは、県内における、性別、年齢別の症例数を、先週1週間、426人確認しましたけども、公表が1人おられるのに425人になりますけども、その425人について、表しています。ピークは20代です。20代の男性60人、女性で61人ですね。この世代の方々が今、活発に活動しながら感染し、それでも一つの活動を続けておられる方もいて、というような形で広がっているという印象を持っております。実はこのグラフですね、7月下旬にそっくりなんです。7月下旬というと、8月の流行の大きな立ち上げを経験した時なんですけれども、この時もやはり、若い世代の方がたくさん感染をされました。当時はですね、センターコーナー飲食店などで招集されていましたけれども、今、感染している若者たちというのは、我々臨床現場で見ているとですね、大学生とか、会社員とか、
さまざまな場所で働いたり、学んだりしている方々で、県民に広く和法の間で広がっている印象を持っています。やはりその正月というものが同級生だと、いつもの集団とは違うグループが、まあ、顔を合わせて盛り上がってしまうこともあったんじゃないかなという印象を持っております。まあ、いずれにせよ、この若い世代がまず感染し、それが二次感染、三次感染で高齢者へと広げていくのが、このコロナの流行の毎回のパターンです。全国的にはその傾向があります。我々はこの流行の入り口に立っているんです。この若い人たちが次に二次感染を広げていかないために、どう防いでいくのかということが問われています。ある程度は有効になって、そして、まあ、正常状態になった時には、実はこんなグラフです。これは10月と11月の時の同じグラフです。実は中高年の男性が多いというので、ずっと警告を出してたんですけども、むしろ若い人たちの感染は少なかったんですね。これが正常状態のパターン。今、沖縄は大きな流行での入り口にあって、特に若い人たちがいかに感染を広げないために協力していただけるかということが問われていると、ね、いうことがお分かりいただけるのではないかと思います。じゃあ次お願いします。これは本気の陽性者数を月別で出しています。赤い部分が県外からの人、県外在住者ですね。そして緑の部分は県民が県外に行って帰ってきて発症した方です。で、こうしてみるとですね、実はこの12月以降、急速に増えているということが分かります。危険関連の人は多いです。で、まあ、4月、8月も、持ち込まれることが多かったりするのは、大体20人以下だったんですけども、15月だと41人、しかもこれ、結構年末に集中しております。そして1月になってから、今で1月、この中でのデータしか、組み込んでないんですけども、それももうすでに26人の、渡航者関連の発症を認めているということです。まあ、渡航者数自体はですね、お正月以降、今、減ってきてるんですね。那覇空港の出入りの、渡航者が減ってきてるんですけども、なぜ増え続けているかというと、やはり本土での流行を大きくて、一人一人が感染している確率が上がっているのです。数だけではなく、本土の流行における、確率が上がって、実数としては、渡航者関連の陽性者が、まあ、増えているという状況が今見て取れると思います。まあ、まとめますとですね、今、沖縄県は、まあ、徐々に増えてきておりまして、さらにこれは若い人たちを中心に広がっていくところを見ると、大きな流行の入り口にある可能性があります。まあ、ここは専門家として、あるいは臨床家として、県民の方々に強くお願いしたいんですけれども、躊躇なく、実は強力な緩和を打つべき状況ではないです。ここを逃してはいけません。先に逃ししてもですね、後ろにばかりだというふうに私は、考えております。まあ、特にですね、若い人たちの中で、無防備な動きをされている方がいらっしゃってですね、規制されている方も含めて、まあ、保護者の方々も含めてですね、今は、活動をぜひ自粛していただきたい。まあ、全ての活動を止めていただきたいと言っているわけではありません。特に感染の主たる場というのは、やっぱり飲食の場というのが分かってきております。飲食をする場というのは、必ずしも飲食店だけじゃないんですね。ホームパーティーでも集団感染の事例で出ています。ご家庭の誕生会における家族内感染の広がりも起きています。ぜひ、同居する方とか、固定されたした親しい人に限って、飲食を留めていただくというところを、まず県民の皆さんにお願いしたいということ。そして、医療者側としては、重症者を救命するために医療体制、さらに活動していくための努力をしていきますので、力を合わせてですね、この内閣を乗り切っていけたというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、最後に終了です。じゃあ、それでは、コメントを出したいと思います。本日、県内で新たに70名の新型コロナウイルス感染症陽性者が確認され、これまでに確認された感染者数は6000人を超えております。県内の感染は、社会での活動が活発な若者を中心に拡大しており、正月休み中の飲み会や親戚回り、県外からの移入例などが多くなっています。
先週の成人式を含む3連休の影響で、今後も感染が拡大することが懸念されている状況です。全国各地でも爆発的な感染拡大が続いていて、1都3県に引き続き、大阪府など7府県が緊急事態宣言の対象地域に追加されたところであり、今後も移入例からの感染拡大について警戒が必要であります。先ほど高山先生から疫学統計解析チームによる県内の現状と推計について報告がありました。実行再生産数は 1.69 と高くなっていて、今後1週間の新規感染者数は500人から800人と計上されています。推計されています。今後急速に感染が拡大し、入院患者数は夏の流行時を上回る可能性があることも示されています。このまま沖縄県の感染拡大に歯止めがかからなければ、県としても県庁としてもより強い措置や制限を選択せざるを得ない状況となってしまいました。国内で初めて感染者が確認されてから1年が経過しました。この間、新型コロナに関するニュースが毎日報道され、感染拡大防止対策に疲れ、心や行動に慣れが生じている方もおそらく少なくないだろうと思います。しかしながら、新型コロナウイルスの防御は少しも衰えてくれません。それどころか、変異性のウイルスの発生によって、世界的にはまた新たな危機を迎えることになるかもしれないという警鐘が常に鳴らされています。我々が油断したところや、弱点をついて勢力を拡大し、高齢者や基礎疾患のある方々を重症化へと追い込んでいきます。そして、悲しい結果をバレてしまうということにもなりかねません。そのような中、検査機関から陽性者と診断されながらも入院や療養を拒んだ事例、保健所から濃厚接触者と認定されながらも外出をした事例、さらに体調が悪いにもかかわらず旅行や会合などに参加した事例、そして時短要請に応じない店を転々とはしごして感染が連鎖した事例などなど、感染拡大防止に協力していただけないという事例が残念ながら散見されています。県ではエビデンスに基づいて感染症対策への協力を求めています。そのご協力が得られなければ、あなただけでなく、あなたの大切な人やあなたの知らない誰かに感染を広げる恐れがあります。あなたの協力が得られない場合、あなたやあなたの周りの人を我々が守る努力を届けることはできません。また感染拡大を防ぐには、職場や友人など周りの皆さんの協力も必要になります。体調不良の時にはしっかりと休みが取れる環境や3密回避、適切な換気などに理解や協力が得られる、そういう環境づくりが重要です。受診チャンスサーの集まり、友人同士の集まりの時にも、お互いに声を掛け合って、マスクを着用すること、そして手指を消毒すること、お店を利用した時には、お手洗いを利用した時には、手を洗うだけでなく、そこで軽くうがいもすること、などなど、それから会食も、少人数で短時間、早めの帰宅となるよう協力し合える関係づくりが必要となります。先ほどの高山先生の話では、会食はいつも会っている家族だけに限定することという強いお願いもありました。それだけ皆さんの考え方と行動に、このコロナウイルスの対策の全てがかかっていると言っても過言ではないのです。感染拡大を抑え込み、社会経済活動を回復させていくためには、県民や県に代表する方々、お一人お一人、そしてお店や会社など、事業者の一社一社が、本当に一丸となって、感染拡大防止に向けて、お互いが理解し、協力し、支え合うということが、何よりも大切であり、必要不可欠です。みんなで一緒になって、コロナウイルス、
どうも感染拡大をしっかりと抑え込んでいきましょう。あなたがやれば必ず食い止められます。その気持ちでお互いに協力していきましょう。よろしくお願いします。私からは以上です。